佐々木正弘さん82歳。貞子の分まで頑張ってしなきゃいけないから、頑張りますね、貞子ね、頑張るよ兄ちゃん。福岡市の墓に眠る正弘さんの妹、佐々木貞子さん。貞子さんは1955年12歳でこの世を去りました。1945年8月6日、広島に投下された原子爆弾。貞子さんと兄の正弘さんは、爆心地から 1.6 キロ離れた自宅で被爆し、爆風で家は全壊しましたが、体はほぼ無傷でした。家の周りからもうとにかく市内中がもう火の渦ですから、とにかく川に逃れんともう焼け死にますからね。で川まで逃れたんです。なんか行く途中のまあその情景っていうのは、それはもう口で言い表せない、もうめちゃくちゃっていうか、もう地獄ですよ。その後元の生活を取り戻し、貞子さんは小学校に入学。学校一足が速い、運動神経抜群の女の子でした。しかし小学校の卒業を間近に控えた頃、貞子さんは白血病と診断されました。貞ちゃんは早ければ3ヶ月、長くても1年、そう覚悟しなさいって言われた。三原のおばさんというのはお父さんのお姉さんで、尾道市に近い瀬戸内海沿いの貞子が死ぬ。ピカルちゃん、みんなピカのせいだ。貞子さんの生涯を描いた舞台劇です。鶴を千羽折ると願い事が叶うんだと。ほんま？鶴を折れば願いが叶うと信じて、貞子さんが折り続けた千羽鶴、その姿は今も広島にある一つの像が語り継いでいます。貞子さんがモデルとなった原爆の子の像、現在も国内外から年間1000万羽が捧げられています。999。入社してから半年ぶりぐらいに広島に帰ってきました。 TNC 入社1年目の江川記者、広島市で生まれ育ちました。今も広島に残る貞子さんの思いを取材します。折り鶴がありますね。で、被爆した防火用のポンプみたいですね。これ初めて見ました。広島市出身の江川記者、原爆の後遺症によって12歳で亡くなった貞子さんが見た広島を歩きます。今のこの広島の、この穏やかな様子からは全く想像がつかないですね。貞子さんが通っていた上町小学校の正門は
当時のまま今も残っています。原爆ドームです。毎年8月のこの時期になると国内外から多くの人がいらっしゃってる印象です。江川記者自身、広島の被爆の歴史について抱えていた葛藤がありました。大学1年生の8月6日は東京で迎えたんですけど、私はこう8月6日の8時15分はこう当たり前に黙祷するものだと思ってたんですね。でも同じ寮に住んでる子は8月6日のことを全く気にする様子もなく、あ、そうなんだみたいな、結構薄いリアクションで、みんなにとっての当たり前じゃないんだっていうのに気づかされました。だからこそ記者となった今、伝えることの大切さをこれまで以上に感じています。私たちの代で途絶えさせるんじゃなくて、次の世代につなげていくような発信がしたいなというふうに思っています。次に訪ねたのは貞子さんの親友だったという女性。よろしくお願いいたします。川野富子さん81歳です。貞ちゃんは1年生から6年生まで一度も休んだことがないんです、学校。まあ、そんな貞ちゃんが学校休んだんですから、もう私たちびっくりして。川野さんたち同級生は病院にお見舞いへ。折り鶴を折り続ける貞子さんの姿をしっかりと目に焼き付けました。もう貞ちゃんは自分が白血球50万を超えてるから死ぬんじゃいうこと聞いてるんだから、それでもなおずっと亡くなるまで鶴を折ってたんですね。どんな思いでね、さあちゃんが鶴を折り続けていたのかと思うと、中学1年生だった私たちの胸はですね、本当に張り裂けるような悲しい思いに落ちたんですね。川野さんにとって折り鶴っていうのはどういった存在ですか？以前はですね、悲しいものだと思ってたんですよ、さあちゃんが折ってたから。でも今では平和の象徴に見えます。台座の上でね、少女が折り鶴を掲げた姿っていうのは、私たちにとっては紛れもなく佐々木貞子さんです。福岡で暮らす兄正弘さんは、貞子さんが折った鶴を今でも大切に持っています。これは貞子の本間物の鶴です。羽の先も尻尾の先も口の先もピーンとしてるでしょ。いい加減じゃないんですよ、折り方が。貞子さんによって平和の象徴となった折り鶴は、今年5月の G7 広島サミットでその複製品が各国の首脳に渡されました。戦争がなければ原爆は落ちておりません。戦争がなければ被爆者もなかった。だから戦争っていうのはやっちゃいけない、それはもう唯一言えることです。時代を超え、折り鶴はメッセージを発信し続けています。この佐々木貞子さんは、実は原爆が投下された2歳の時点で被爆していて、そして問題なく過ごしていたんですが、12歳になって白血病で亡くなっています。そしてお見舞いに千羽鶴を贈られたことをきっかけに、生きたいという願いを込めて亡くなるまで折り鶴を折り続けたそうです。上田さん、やっぱり広島の方々、そして長崎の方々が考える戦争への思いというのは、我々とちょっと違うところがあるかもしれないですね。
そうですね、やっぱり、うん、そこで語り継がれるものっていうのは独特のものがあると思うんですよね、うん、私も父が広島 のでですから、被爆はしなかったんですけれども、やっぱり戦後非常に大変な思いをしたっていう話は聞かされてましたし、うん、私が小学校の時に広島の祖母の家に行くと、家の前が海だったんですけれども、お盆の時にそのすごい数の灯籠が流されるんですよね。そういうのを見て、こういうのは、ね、亡くなった方の、ね、慰霊をするんだよっていうのを聞いた時に、やっぱり真っ暗な海に灯籠がたくさん流れていて、やっぱりそういう歴史があったんだっていうのはやっぱり幼心に非常に胸に刻まれているので、やっぱりそういう事実を知っていると知らないっていうのは体験してなくても全然違うなという気がします。やっぱ何年経っても国民一人一人が当事者意識をですね、ずっと持ち続けることが本当に必要だと思います。この平和を願う貞子さんのメッセージを私たちもずっと伝え続けていこうと思います。